日本四国地方徳島県徳島市東戸田地区、明神町明神町は徳島県徳島市の町名、東戸田地区に属している。明神町1丁目から明神町6丁目までが設置されている。郵便番号は郵便番号770-0938。2010年1月現在の人口は933人。 世帯数は448世帯。徳島市の東部、市街地の南西部に位置し、東は勝時橋、西は富田橋の各小住混在地域と接する。東端を JR 麦線が南北に走り、南端を漁座線入江側が流れる。ほぼ JR 麦線に沿った住宅街で南北に長く区間が複雑な地域。元は二浦町の一部で、 昭和16年より現在の町名となった。地名の由来は6丁目に八吉明神が存在することによる。江戸時代には金尺帝、五彩九人、帝、裏五彩九人町、峠馬屋町と呼ばれた。当地域の南部を流れる巨座線入江川は三金交代時に藩主の巨座線が発着した。八代明神は正式には大朝彦神社と呼ばれ、 女王二年に、藩士、河野中左衛門の子、八吉郎が、一宮の山中で発見した心臓を奉仕したのが、始まりと言われ、また、天正十年の一宮城落城の際、木内奉仕の御身体を一宮に祀ったもので、宵宮には、昭和初年頃まで、病神川川沿いの馬場で、奉仕競馬が行われた。昭和20年7月3日の徳島大空襲では、 市街地方面が著しい戦果を受けた。江戸期に徳島藩の絵師、矢野久志卿、森住官僚、明治期に洋画家、森住久菜、郷土史や村田牛太郎などが居住した。ありがとうございます。